ロシアから来たキャパニラ選手は、過去に何度も優勝の経験を持つ有力選手です。その華奢な体からは想像もできないダイナミックな演技で我々を魅了してくれます。機体はスホーイ SU-26 を使用しますが、二人の子供の母親でもあります。グランドスタンド右でです。皆様大きな拍手をお願いします。
とりと演技をしてくれました砂田キャサリナ選手。このちょっと悲しげな曲を選んできて、それに哀愁が漂うようなそんな演技ですね。さあもう一度グランドスタンド左手からです。スペドラナ・キャパリナ選手、皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとう。あ、手を振ってくれてますね。あ、そして今グランドスタンド右手上昇していくときに期待を左右に振って、何やらこう伝えたいことがあったのかななんていうふうに感じましたが、さあ後藤さん、しっとりと円熟したとかね、円熟したとか、そんな言葉が